はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということでですね、さあ、やってまいりました。今回はですね、XG さんからガールギャング、こちらの ASL バージョン、こちらを見ていきたいと思います。収録ボタンをファイということで、ASL、こちらは、英語版の手話ということで、認識的には合ってますでしょうかということで、見ていきたいと思います。結構、これは、革新的な、コンテンツになってるんじゃないかなというふうにもう感じているところもございます。なかなか多分見たことがないと言いますかね。手話を取り入れたダンスっていうカテゴライズは、今までもあったと思うんですけれども、ただ今回完全に手話で歌詞を表現していくっていうことなんですかね。見ていきたいと思います。行ってみましょう。レッツラーゴーツ。ちょっと待ってくださいね。もう一回行きましょう。わあ、おお、見えるというか、そうかっていう。だから、じゃあちょっと今思ったのは、音消して見てみようかなって今、この後半ですね。今の部分、後半じゃない、この前半の部分、もう一回音を消してちょっと見てみたいと思います。多分、その、手話を用いていらっしゃる方たちは、音を聞かずに、この手話で音楽を楽しむというところですから、このリズム感は乗ってらっしゃるから、なんか伝わってきますよね。We go hard every day. Can't do. Wow. なんか、なんだろう。新しい体験ですね。普通に音楽って聞くもの、聞くことが音楽っていう風にやっぱり思っていたので、それで行くと音楽を聞くというか、その見ながら見て楽しむというか、見てその何という歌を、どういう歌を歌ってるのかっていう、で、そこにはこうリズムがあって、で、表情もついていて、面白いですね、これは。しかもアーティストの方が実際にやってくださるっていうことの距離感っていうのかな、なんて言うんでしょう、あまり見ないですよね。アーティストの方が実際に手話を使ってっていう、通訳の方でよくラッパーさん、海外のアーティストの方は多いのかな、通訳の方、手話の通訳の方がライブのちょっとこう隣にいらっしゃって歌詞を一緒に表現して歌の内容をお届けしていらっしゃるっていうのを最近よく見かけますし、ライブ映像とかが例えば TikTok だったりとか SNS でシェアされていくことによって、エミネムさんのラップを確か手話で
通訳されてる方の映像がすごいっていうので、ちょっと一時話題になったところはありますけれども、そのあたりから僕も、手話を使って、その音楽を、届けるっていう方法があるんだなっていうところを感じた次第なので、実際にそこをアーティストの方たち、ご本人様たちが、取り入れていくっていうところは、非常にこれ画期的だなっていうふうに思いますし、インスタグラムでサイモンさんがその語っていらっしゃった、なんでしょうね。目的っていうんですか、どうしてこういうことをしようと思ったのかっていうところの目的のやっぱり最終到達地点みたいなものはアーティストの方たちが自身の手で、手話を表現していくっていうところにやっぱりたどり着くんだなっていう、でそこをしっかりとこう表現されていくっていうのはなかなか何でしょう、できることではないというか、そこまでやりきるっていうところがすごいですね、プロですね。本当にちょっと世界中の全ての人に、今回は ASL ですけれども届けるんだというところですよね、これってね。レイレイなのかな、これは。おお、やるっていうのはちょっとすごいですね、本当に。その BTS さんたちがパーミッショントゥーダンスで手話を用いていくっていうのがありましたけども、あの内容とかも非常にやっぱり世界に大きいインパクトを与えたというか衝撃的だったなというふうに思いますけども、こう全部1番2番ラストまで全てのセクションの言葉を歌詞にしていくっていうところまでをこうコンテンツにするという、本来だからアーティストの方たちができる、それこそ知名度があり、多くの人々の、目に留まる存在だからこそ社会世の中を変えていける存在でもあるよねっていうところの、そういう社会意義みたいなところに早くもこう着手していらっしゃるっていうところ、これはなかなか新人グループさんでここまで、なんでしょうね、こう意識というか志を高くやってらっしゃるグループさんも珍しいと思うので、クリエイティブのレベルの高さだったりとか、そこに真摯に向き合う姿っていうところがしっかりとまたこれは世界に大きく伝わっていくんじゃないかなというふうに思ったところでございます。はい、という感じで見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。ということで皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。